で、今お話しした JTB のこう一般的なイメージというのは店頭の営業です、ね、店頭の営業で、私が実際になっている法人営業というのは全く違うお話になります。なので少し分かりづらい部分もあるかもしれないんですけど、まあ、良い意味でも悪い意味でも、まあ、期待というかイメージと少し違うものもあるかもしれませんが、一応そこら辺はある意味では勉強になると思いますので、まあ、気楽に聞いていただければと思います。はい、で JTB 何の略なのってことなんですけど、ジャパンツーリストビューロー、この略です。で1912年に実際立ち上がってまして、105年かになってますね。まあ、そこそこ歴史のある会社になります。当時ですね、まあ、世界大戦、第一次世界大戦、第二次までは入ってないんですけれども、その頃にですね、日本のブランドを世界に広める国家的な役割を外客誘致を通して、なんか分かりづらい表現なんですけれども、外客誘致って簡単に言うとインバウンドなんですね。外国人が日本に来る、その仕事から始まってるんです、実は。なので、日本の方が海外旅行に行くとか国内旅行に行くとか、そういうの以前にですね、実は外国人の方をお呼びするって業務から始まってるのが JTB の起源です。